胎盤を食べる。母ヤギ胎盤食とは哺乳類が出産を行った後、弁出された胎盤を食べる行為である。有体盤哺乳類のほとんどは胎盤を食べるが、例外として、気脚類や、クジラ類、ラクダなど、そしてほとんどの場合での人が挙げられる。食虫類、月脂類、ウサギ類、翼種類、食肉類、玉ひずめ類、木、ひずめ類、 霊長類で胎盤食が観察されている。有胎類では胎盤は排出されずに吸収されるため胎盤食はないが流出した用水をしきりに舐めることがある。胎盤食は、需要競争、高年期障害防止、エイジングケア、産後の貧血や抜け毛対策、母乳分泌不全の改善、うつ病対策など様々な効果があるとも言われているが、 胎盤食を実行した女性の人数や効果に関する科学的な調査研究結果はない。野生環境の中で捕食者から出産の形跡を消すために胎盤を食べるとも言われている。いくつかの研究では妊娠したラットにおいて胎盤の摂取が通覚の式位を増大させうることが示された。胎盤を取ったラットは自然発生のオピオイド増大による通覚脱出が起こるのである。 エンドルフィンやダイノルフィンといった内在性オーピオイドはアヘンの成分に禁煙の自然科学物質であり中枢神経系に作用する。この内在性オーピオイドは出産時に増大して母体に通覚への耐性を与える。胎盤と用水等を合わせて摂取した場合通覚域地へのオピオイドの作用は飛躍的に増大した。胎盤の代わりに肉を与えられたラットでは 通覚の式位置の増大はなかった。なお、人においては、同様に、胎盤食で、通覚脱出が引き起こされるとする研究結果は、出ていない。人の胎盤紫側者胎盤を崇拝する文化は、多い一方で、出産後に胎盤を食べる風習は稀である。産後つ病や、その他妊娠合併症を防止する効能があると、信じて胎盤食を推奨する人もいる。 しかし、英国王立産婦人科学会の3回、広報担当マギー・ブロットは、サンゴ後ズ病の理論についての論争で、動物は栄養を取るために胎盤を食べる。しかし、人間の場合は、すでに十分需要が与えられていて利点はなく、それをする理由がないと胎盤を食べることに、医学的根拠はないとした。その一方で、米国のサウスフロリダ大学と、 ネバダ大学ラスベガス校の医療人類学者の調査によれば、胎盤を食べた3分の3、4が気分が良くなった、元気になった、母乳の出が良くなったなどポジティブな体験をしたという。人間の胎盤は漢方における気薬として用いられており、乾燥させたものは紫側舎と呼ばれる。効能は消耗症、不妊症、インポテンツなど。イギリスのセレブシェフ。 ヒューファンディー・ウィッティングストールは料理番組、リバーコテージシリーズにおいて、ある女性の胎盤を調理して食べたことで物議を醸した。ありがとうございます。